やあ、先生ケイスケだよ。チャプター間恒例、友達作りパート、今回もやります。けどさ、前回のパートでね、ミカドお兄さんが、実は未来から来た自分だったっていう、すっごいビッグな、って驚くような要素があったのにさ、それでさ、切り替えて、よし、友達作るかって気分になるよ、七しくも七しくんで、どうにかしてるよな。今回友達になるのはこの人。誰だったっけ、名前忘れた、ごめん。あ、メアリーさんだ。これはポンポンペインっていうアイドルのメアリーさん、どうもって感じで、アイドルと友達になるよ、みんな。普通に考えたら事務所に入っただけでも警察のお世話になりそうなものなのにさ、事務所に入ってアマスさえ友達になる権利っていうのね、友達になれるかもしれない権利をもらえるというね、このゲームはすごい太っ腹ですよ。普通だったら警察だったですよ。不法侵入はだはだしいからな。なのにさ、お話できる上にアマツさえさ、プレゼントもあげれるんだぜ。見つけるんだぜ、お前ら。今、このゲームの世の中はいい時代になったもんだなって思います。よし。まず情報収集から入ります。これか。この人は、ポーボーボーインの中の人、メアリーさん。本人もキャラ付けでなく、不思議な雰囲気が出ているよ。確かに。好物はお腹に痛いらしいし、お腹痛いらしいし、あとは胃に優しいものかな。お腹痛いらしいし、このお腹痛いらしいしって、その一文だけでちょっと分かりにくいけんな。食べたり飲んだりしたらお腹が痛くなりがちなものっていう考え方でいいんだろうな。というわけで、ちょっといろんなもん持ってきたいんやけど、そうやな、お腹が痛なるっていうの代表格っていう代表格かな。冷たい飲み物のたくさん飲みすぎたらお腹痛くなるっていうイメージあるよね。だからコーラ持ってきました。コカコーラ、こんな感じのもんかな。贈り物は事務所を通していただかないと。嘘です、ありがとうございます。芸能人的なジョークやめろお前。芸能人的なジョーク、あ、これはいまいちだったかな。これじゃなかったかな。お腹が痛くなる的な。あ、これ。必要以上のことはフライデーされるので言わない。それが私、メアリーです。有名人あるあるやめろ、お前。芸能人あるあるやん、お前。じゃあなんだろう。同じ理屈で俺、サイダー持ってきたんよな、確か。サイダー、どこやっけ、あれ、サイダー、これがソーダサイダー。ソーダなのかサイダーなのかどっちかわからんけど、ただ傷め。あ、これもちょっといまいちか。好感度あんまり上がってないかな。上がってないこともないんやろけど。あとの、そうなあ、お腹冷えるもんって他に何かあったかなとか思いながら、多分この2つじゃないかなと思って持ってきたのに外れたが。あともう定番やけどさ、もう、お腹が痛くなる人に対して胃薬っていうね、何の変哲もない胃薬ってね。それさ、七志くんさ、部屋のパソコンから買ったけんさ、ちゃんと薬局行って買えばいいのにさ、ネットで買ってっていう、なんとも、なんの変哲もないわけがなさそうな感じの胃薬買ってきたわけやな、これ。これ、ふむ、これは胃薬。仕事中に大変ありがたい一品です。ありがとうございます。仕事中に腹痛なるのか、お前は。体のケアちゃんとできてないだろ、お前。よっしゃ、イベント始まりました。どうも、七志さん。最近、よくお見かけします。それじゃ、不法侵入は腹立たしいところじゃないぞ、お前。普通事務所に入っていいもんじゃないのにさ、もう最近よくお見かけしますってレベルまでさ、入り込んできとんやな、七志くんも七志くんで。自重しろ、それは自重しろ、お前。メアリーさんとお友達になりたくて。そうだぞ。俺はアイドルと友達になってね、アイドル関係のお友達をどんどん増やしていきたいからな。そういう七志くんはそういう感じで接しているからな。アイドルのさらにアイドルの友達のアイドルと友達になりたいって。で、ちょっと言ってるとごちゃごちゃしてて、わかりにくいけどな。なるほど。今話題沸騰中アイドルの私に お近づきいただきたいと。難易度は高いですよ。自分で言うんじゃねえわ。確かにその通りかもしれんけど。ポンポンペインじゃねえ、ポンポンペイン、よくかもな、今日、最近。ポンポンペインさんじゃなくて、メアリーさんとお友達になりたいんだけどな。しかし、ポンポンペインと私は共同生命体であるので。いや、表裏一体？なるほど。では、私のお願いを聞いてください。なんすか、なんすか。ちょっと待って、そういういやらしいお願いじゃないですよね。その、七志くんの童貞を奪うんやや、そういういやらしい、あれじゃないですよね。アイドルですよね。ちゃんとしたアイドルですよね。なんでもしますよ。
私のマネージャー、ええだよ本当に。あいにくマネージャー知識は持ち合わせないんですけど。いやそれ以前になんだこの、この漫画でいきなりありがちなマネージャーになりなさいみたいな感じの展開になるな。これ漫画じゃないとありえないですよ。これゲームだけど。大丈夫、私が問題を起こした場合、または起こしそうな場合、止めるだけです。やめて、やめてください。そう、トラブルに巻き込みますみたいな、トラブルに巻き込まれそうな感じの流れやめてください、七七くん。七七くん、最近結構トラブルに巻き込まれがちな感じなのにさ、さらに巻き込むような原因作るのやめてください。それなら、おいにもできるのかな？難易度高いぞ。トラブル潰しにかかる仕事ってことになるけん、難易度高いぞ、お前。大丈夫だと思いますよ。何を今回言ってるんだお前は。でもメアリーさん普通にマネージャーがいるんじゃ。それはオンのマネージャーです。オフの時はいません。オフのマネージャーで何だお前。オフの時にも必要なんですか。オンマネージャーにオフの時は外出するなと言われました。なぜともあれオフ外出を私はしてみたいのです。協力してもらえますか。何でもしますよ。よかった。次までにどこに行くか決めておきます。今日はもう解散しましょう。オッケー、グーグル。わ、ちょっと待て、お前。キスしようみたいな感じになっとるだ、お前。会話が終わった瞬間、キスし始めたみたいな感じの構図やめろ、お前。さて、じゃあ。ああ、胃薬はもう安定ってことやな。あ、アイス！アイスじゃ。食べ過ぎたらこれもお腹痛なるわ。そうじゃ、アイスがあるんだよ、これ。よ、みたいな。当たりつきで当たると、無料でもう一本食べられる。多分、ポンオペインさんにとって当たるっていうのはさ、違う意味の当たるだと思われるが。あ、違うん。あれ？これも違うんじゃ。え、じゃあ何なんだろう。その本人のアルバムをさ、逆に上げてみるという、ね、意外性を持たせた、ポンオペインのアルバム。ありがとうございます、ありがとうございますって自分のアルバムじゃん、お前。やっぱそんな反応になるか。セクシー、結婚に関する総合情報誌。これを与えて遠回しに結婚を進めるような感じで、結婚を煽るような感じで。もう何がいいのか分からなすぎてさ、攻略サイト見てきたわ。そしたらさ、胃薬はまあ好感度上がりやすいアイテムってことで分かるんやけどさ、他のアイテムがさ、まず一つ目がさ、このバカンスゼリーっていうゼリーだった。そしてもう一人がこのブイックベロキャンってね、食べ物だったわ。この人は冷えたものを、冷たいものを食べすぎて腹が痛くなるというよりは、いろんなものを、なんか多くのものを食べすぎて腹が痛くなるタイプの人だったわ。いや、俺腹痛なるってことは体が冷えるとかそういうイメージかなって、腹が冷えるとかそういうイメージかなって思っとったんやけど、全然そういう路線じゃなかったらしいわ。というわけでバカンスゼリー、これはバカンスゼリー、この味秋が来ないんです。ありがとうございます。秋が来ないから食べ過ぎてお腹痛なるタイプなん。どうもメアリーです。お腹痛い、お前またよお前。今俺が開けたらゼリーで腹痛なったんじゃん、お前は。どうもナラシです。腰が痛い。お前はいくつだ、若いだろうな、お前は。それではついてきてください。絶対スルーされてる。腰痛いこと絶対完全にスルーされてる。あれ、メアリーさん着替えてないんですけど。必要ありません。外面など大した要素ではありません。これアイドルが言ってダメだろう。個性的だし重要な気が。ところでどこにいて行きたいんですか。まあ、意外とこういう人って秋葉とか、意外かな、意外ではないか。秋葉とか行くんじゃないの。隣のカフェに行きたいです。あ、普通。あ、案外、近所なんやな。どっか遠いところ行きたいとかじゃなくて、近所なんやな。動物カフェですね。服に気がついたりしませんか。私的には無問題です。大丈夫なのかな。ワン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 って犬に攻められてさ、服ボロボロになったりせんだろうな。なるほど。これが猫、あれが犬、初めて見た感じのことを言ってるやん、お前。猫と犬、初めて見た感じになってるやん、反応してるやん、お前。長いこと家から出させてもらえないような女の子みたいな感じになってる。見たままだと思いますけれど。ふむ、小さい子が多いですね。お前、さらっとお前、間入ってくるな、お前。ちょっとテンション高いやつだろ、お前。
今日今回でですね、猫までそこまで大きくならないです。なんとえここだけにします。なるほど、彼は言語を失った悲しきピープルなのですね。悲しくないですよ。しかしすごいです。猫をじゃれてやめてやめてやめて、私的には無問題です。本当に問題はない。さあ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 、どこでどこで、ああ、違う違うよ、 この人が別にポーモンペインとかそういうタイプのアイドルとかじゃないですよ。違いますよ、人違いです。さあ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 、ふう、なんとかごまかせました。ごまかせたんですかね。相手うまくごまかしたというかさ、別に努力もしてないけど、向こうがただ、ああそうなんすかぐらいの感じに思っとるだけだろうお前。深くついてきてないだけだろうお前。アイドルたるもの、オフにも気を使う、プライベートですらお仕事などです。大丈夫ですか。楽しいので私的には無問題です。そういう言葉好きやなお前。無問題っていう言葉好きやなお前。いやー、その衣装が、ああ、破れて、もしくは、破れた？破れて、ちょっと、下着とか見えてる？わあ、七七くん、ずるいぞ、お前。もっとやれ。私的には、無問、でも、ほんと好きやな、この言葉。無問題ですって言う人、お前以外に見たことないからな。ノープロブレムとか、当て字でノープロブレムとかが上に書いてそうな気がするよ。少し目が泳いでいるけど。なかなかいいオフでした。次もよろしくお願いします。おいでよければ、マネージャーだったらさ、もうポンポンペインの公式のツイッターとかでさ、写真撮ってあげたり、あげてあげたりしたら、ナシ君そういうの得意そうやし、インスタグラムとか、どうも、もっと友達になるぞ、もっと友達になって、もっとアイドルの友達増やしたいな、この人を経由でいろんなアイドルと知り合って友達になりたいぞお前。ほら、キャニー舐めなさい。来た、ミャリーさん、こんにちは。どうも。今日はどこに行くんですか？海がいいです。海じゃん、ここ。そうそう、ここ海じゃん、近く。海の建て、海にいたところにある事務所っていう認識がないんかな。泳ぎたいんですか？え、泳ぐ？泳ぐ？水着に着替えるの？もしかして？え、でも、どっちにしろこの服装で海はちょっと暑すぎませんか？やっぱ水着になるべきです。水着。いえ、眺めるだけです。そのような虚構、く、ん？なんて読むすか？ミャリーさん、なんて読むすか、これ。空庫か？なあ、時間。一度は味わってみたかったのです。わかりました！なるほど。ここの海は、やはり、綺麗ですね。ピンク色ってすごいですよね。なんでピンク色なんでしょう？そう、色が塗られたからじゃないですか。ミルヘン発言来たよ。ミヤリさん、さすがミルヘン発言しそうな見た目でミルヘン発言されちゃった。もう見た目通りですな、あんた。誰が？さあ、さあ言うてた。そこまで考えてなかったんや。私、記憶が残っているサイコデンをすでに公約としてこちらの世界に片足込みましたので、このように海を眺めたり遊ぶなんてことは全くできませんでした。まあ、小さい頃からアイドルやるんじゃ。眺めるだけでいいのですか？海水をぶっかけてもいいと。俺、ぶっかけられてもいいですよ。そうですか。では。ぐわー、溶ける、溶けちまう。なんで俺の海水が弱点だとしまかった。私は割とがっつりいきますよ。おお、やる、やり手ですな。そのバケツ用意してんのかお前。本当は海でイチャイチャしたかったっていう、そういう心が見えてきますよ。実は奈良地君、そういう相手にしてもいいっていう、そうイチャイチャしてもいい相手だと思ってくれてるって証拠だと、奈良地君よかったな。その辺に手頃なものが、手頃、その辺の手頃だからって、その辺のものを勝手に持ってくる、もう持ってきちゃダメだよメアリーさん。常識的に考えたら、多分伊豆さんのかな。伊豆さん、あんなもん持ってんのか。よーし、俺も。びちゃ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 。あいやーん。買いすぎだから、ベタベタだね。私的には無問題です。あ、
スタジオにシャワーとジャージがありますよ。それ一緒に浴びましょうって、トマシ一緒に浴びましょうって言ってる。メアリーさん、積極的にガッツいきますね。本当にガッツいきますね。お借りしても大丈夫ですか。うん、私が話をしておきます。ありがとう。ふふふ、今日は楽しかったです。ポンペでもなくメアリーでもなく女の子になりました。おお、芸能人が一般人に戻った瞬間であります。毎日芸能界で厳しく生きている人にとってこういうオフも必要なんでしょうね。喜んでくれたなら嬉しいよ、ね、きっとこれが普通というものなのですね。私的にはこちらが非日常ですが、あ、芸能人からしたらそうなんだろうな。やっぱり憧れますか。人とは自分の持っていないものを羨むものです。ああ、名言出ました。メアリーさん名言出ましたよ。それでも今日はそれを得ることができましたよね。はい、本当嬉しかった。ではスタジオに戻りましょうか。オッケー、グーグル。戻ってきました。一瞬で戻ってきたこれ。でシャワーは、おいシャワーは、シャワー浴びてないぞお前。まあ服ベタベタやぞお前。シャワー一緒に浴びませんか。一緒に浴びませんか。チュッチュしませんか。ああ、シャワーシーンがまだ見えないらしいです。じゃあまたバカンスゼリー食って腹壊してください。腹壊してください。ゼリーもっとあげますから腹壊してください。どうも、風邪はひきませんでしたか。いや、あんたがシャワー貸してくれんかったっけ。風邪ひいた。えっし、風邪ひいた。えっしシャワー貸してくれんかったっけ。一緒にシャワー入ってくれんかったっけ。えっし、風邪ひいて、着替え貸してもらえたし、俺はだ、よし、わ、大丈夫だった、よし、あ、これ洗濯したから返せ、よし、そうですか、私はお腹が痛くなりましたよ、冷えてね、ピンポイントでお腹だけ冷えたパターンのやつやん、それ、海水浴びてお腹が痛くなる人って逆におらんような気がするんやけど、お腹が痛いのって、キャラ付け、よし、じゃないですか。生まれつき胃腸が弱いのです。ポンペインもそこから来ましたでしょうね。そんな感じ、そうだろうなってちょっと思ってたわ、頭の中で。収録中とか大丈夫なんですか。収録中はお薬を飲んでます。そうですか、次来るときは胃薬も持ってきますね。いや、前からさ、バンバン持ってきてるからな俺。なんなら今多分アイテム欄にさ、胃薬もだ8個ぐらいあるからね。薬局行かずにネットで買った危なっかしそうな胃薬があるからね。何の変哲もないって説明があるけど、ありがたき幸せ。あ、マネージャーの報酬を忘れておりました。私とお友達になりましょう。やったー、マネージャーからお友達に昇格したぞ。昇格って言うんだろうか。あ、はい、よろしくお願いします。実はポンペとしてのお友達は多いのですが、メアリーは友達がいなかったのでドキドキします。まあそうなんすか、そうなんすか、あーそうなんすか。ちょっと悪いことするとリアルじゃポッチなんですね。俺もお友達できてすぐ失っちゃうタイプなので。なるほど、意味合いが違うとは思いますが。やったー、とうとう友達だったぞお前。アイドルの友達だったぞお前。これはもう友達に自慢できるからな。もしかしたらシャッチーあたりが実はミーハーでアイドルとか好きかもしれないからな。実はあんな顔して。はい、完了です。これで私とナナシはお友達。なるほど、ナナシって呼んでるんだよ。よろしくお願いします。発音メアリーです。よろしくお願いします、ナナシです。ナナシ君も合わせてきた。初めてのお友達、興奮してます。あ、それではおじいかずの印にキス、キスしてくれな。ふす、伏せん、伏せつでもしかして、いやらしい系のゴム的な、一人のためにひたすら一人の時ひたすら空気を送り込み空気を抜く、その繰り返しで一日を有意義に使うことができます。なんだそれ、なんだそのプチプチを潰して時間を潰しみたいな感覚のやつ、お前独特な時間の潰し方しようなお前。それって楽しいのって聞いたら多分ぶたれるんだろうな。え、それが寂しすぎますね。ナナシさんにはお似合いかって、お前ちょっと俺のことを下に見てるだろうお前。はい、ありがとういただきます。ありがとうございました。そしてキスのシーン。
なんなのメアリーの風船3色セットどうでもいいわお前、色なんかどうでもいいわお前では僕も友達のお印としてこれあげます。アハンラビキニです。贈り物は事務所を通していただかないと。嘘です。ありがとうございます。これを着て目指せグラビアアイドル。